る値というのが1年間に 0.22 ミリシーベルトなんです。この1年間に 0.58 っていうのが各原子炉建屋とかいろんな施設から直接出てくるもので、紫が口内酸水、まあ、いろいろ水まいてるんですけどそれに起因する染料で、この黄色いやつが気体廃棄物の放出に起因する染料、さっき言った大気中に出ている放射性物質の量とかですね、これを全部トータルで追加線量が年1ミリシーベルトなんで、汚染水に割り当てられているのが 0.1 年間に 0.22 ミリシーベルト、それをセシウム134とか137とかストロチウム90とかトリチウムとかで割った結果、トリチウムに割り当てられているのが1リットル中1500ベクレルなんです。だから田原さんが言ってた他の原発は1年間じゃない1リットル中6万ベクレルなのになんで福島だけダメなんだっていうのは、いろんなルートから放射性物質が出ているからダメなんですよ。だからそのトリチウムだけを比較してあの福島だけ特別厳しくしているわけではなくて、ちゃんと議論の結果厳しくしないとダメだって言ってるんで、はい、あなんか昨日朝生に出てる人この考え方ちゃんと知ってるかなと思ってあの感じました。してないね、してないね、ちょっと長くなったけどね、やばい、こんな汚染水の問題に時間取るとは思いませんでしたよ。まあ、汚染水問題はね大変ですからね。そうですね、でもちょっとややこしいですけどこれあの取材してる方でもあんまりきちんと把握してる方おられないで知っていただきたい、ね、なぜ福島だけが、トリチウムに関して濃度を低くしないといけないか、まあ、一言で言うとそれはいろんなものを他の原発やるいろんなものを環境庁に出してるから、汚染水、トリチウムの汚染水に関する割合っていうのは低くなってるんです。はい、あの感情的にやってるわけじゃない、はい、ありがとうございます。でどうしようかな、排気筒いきましょうか、はい、よし行きましょう、はい、続いて、おとといにも出てきたちょっと排気筒のことをねもう希望として5分ぐらいでいきたい、お願いします。よし行きましょう、1分ごとに教えましょうか。あもういい、1号機、そう1号機2号機のすぐ裏に1、2号排気筒というものが立ってまして、それが高さ 120m の構造物なんですけど、これ何するものかというと1号機2号機から SGTS 配管というのがつながっていて、原子炉建屋の中の気体とかを汚れた気体をあのフィルター通して空気中に出すための煙突みたいなものです。その120メートルの排気筒の大体66メートルの付近で東西南北に切れ目が見つかったんですけど、あごめんそれ行くの早かった、この排気筒の根元があの福島第一原発の敷地内で最も線量の高いポイントがあるんですね、一番高かった測定では1時間に、毎時25シーベルト毎時15シーベルトというミリもマイクロもつかないものすごい高い線量が2013年に計測されました。で、人が近づけないエリアなんですけど、同じ2013年に分かったこととしてこの排気筒の66メートル付近で東西南北の方向に切れ目があることが見つかったんです。あのこの、各東西南北の方向から見た面ですけど、赤が切れ目破断で青が変形箇所ですね。どういう状況かというと、はい、もう完璧に切れちゃったんですね、こんな感じで。で、本来これをすぐ修理しないといけないんですけど、人が近づけないエリアなので一切修理とか、点検ができていません。なのでこの切れ目が見つかってから東京電力がやっていることは監視員を置いて24時間見ていますということで、何もしないですね。で、規制庁はこれが倒壊した場合に倒壊評価出せとかすぐに対策をしろって言ってるんですけど、ずっと放置されてました、うん、で、ここの、ね、現場を知る作業員の人にその後聞きたいなと思っていて、まあ、この話省きましょうか、はい、あのまあ簡単に言うと、その後の情報出てなかったんですけど、現場を取材して作業員の方にここの写真を撮り続けている人がいるということを聞いて、でその後の写真を見るととても劣化が進行していたのでそれを後悔してくれと東京電力に言い続け、東京電力は後悔 してくれなかったんですけど、原子力規制庁に働きかけ、で、まあ、それでも動かなかったんですけど、あの友人である、国会議員の山本太郎君から電話がかかってきて、次の委員会で東京電力の社長が来るんだけど何か聞きたいことないって言われたんで、はい、あじゃあその排気筒の写真をその後後悔してって言っておいてっていう質問を書きましたですね、で、まあ、その結果、排気筒が建屋にぶっ刺さる件という太郎君と東京電力のやり取りがあり、そしてあの規制庁にもちゃんと規制監督ができてないでしょと、その後どうなったかちゃんと見てくださいということを追求してもらった結果、はい、規制庁がその後、東京電力を呼び出し排気筒について、報告が遅れた経緯を聞くというね、そういう面談がありまして、その結果あの切れ目以後2013年に発表された排気筒の切れ目以後の写真がやっと公開されたという経緯があるんですね、はい、
で、あ、これがその2015年9月になって、あのその後が公開された時の写真なんですけど、その現場の作業員の人たちも言ってたんですけど、サビがね、あの黒い部分がすごくこう広がって劣化がひどいっていう話を聞いていて、で、あの、海側の海のすぐ近くに立っている高い構造物なので、あの潮風による劣化がひどいから、そもそも何年かに一遍はシール剤とか塗装をして、あのサビ対策をしないといけないんですけど、はい、2011年以降あの一度もそれができていないので、どんどん劣化が広がってるっていう状況なんです。で、その後ももう一箇所切れ目が見つかったりとか、しまして、たまたまね、新聞記者さんが写真を撮った結果、これどう考えても切れ目じゃないっていうことを東京電力に提出して、まあ、そうしたら、あ、やっぱり切れてたっていうことがあり、これね、この時のね、東京電力の回答もすごかったですね。なぜ、あの御社の、あの社員や作業員の方が毎日福島第一原発に入ってるのに、なぜ年に1回しか入らない新聞記者が切れ目を見つけたんですかって聞いたんですよね。そうそしたら東京電力が、それをご指摘されると、まさにその通りということでございますが、我々といたしましては、危険と思われる箇所しか気持ちがいってなかったという次第でございますけどね。他の危険な場所に気づかなかったという話をしました。敷地内全部が危険。そう、はい、で、まあ、その結果、原子力規制庁がもうとにかくこれをあの点検がどうこうとか監視がどうこうっていうより、とにかく切れ目がある部分の、上半分は解体しろということになり、解体、まあ、でも人が近づけないのでどうやって解体するのかという議論が続いて、去年ぐらいから、議論の評価が出て、その練習モックアップに入ってるんですけど、巨大なクレーンで巨大なクレーンじゃない、クレーンで巨大なドローンみたいなものを吊るして、それで遠隔でカットしていくということになってます。こうカットして支えて運ぶっていうのを繰り返すということで、一応計画としては今年のゴールデンウィーク以降から大気島の解体が始まる予定です。なるほど、はい。で、問題はですね、まあそれは去年ぐらいからね、去年から来年解体しますということになってたんですけど、12号排気島じゃなくて34号排気島、34号排気島が、あの切れ目はない、点検の結果ないって言われてた34号排気筒がですね、あの切れ目があるのは12号だけで34号は大丈夫って言われてたんですけど、1月9日の資料いけますか、はい、はい、今年の1月9日に、下で作業をしていた人がゴーンってなんかすごい轟音が響いたらしいんですけど、34号排気筒の足場が落下して落ちたんですね。で、あの落ちた、あ、これですね、こんな感じで排気筒の76メートル付近についている足場が落ちました。下に落ちた、はい、で、点検が、あの解体が決まってたのが、あ、もうこれいいよ、点検が決まってたのが12号排気筒なので、34号排気筒とかはまあそんなに注目されてなかったんですけど、で、その結果望遠でいろいろ見ると、あの、昨日送った、はい、じゃあ今日送った資料、3月8日の規制庁の面談資料を出してもらえますか。ありがとう、これこれで、それで、望遠で、1月11日から17日にかけて臨時点検で下からいろいろ排気筒をチェックしたんですね。12号排気筒、34号排気筒、アラップ、タービン建屋集中排気筒で、その結果34号排気筒は劣化が疑われる、あの落下しそうな足場は他7箇所あって、タービン建屋の、集中排気筒は落ちそうになってる機器が1箇所あったっていう、解体が決まってる排気筒以外もどんどん劣化が進んでボロボロになってたっていうことが分かりましたって、あの右手右手、はい、で、であと問題はですね、この資料を見てひっくり返ったんですけど、ステップタラップ、この横についてこうなんかちょっとはしごみたいな、電柱についてるはしごみたいなもので落下する危険性があるものは、多数って書いてたんですね。多数で劣化が疑われるって書いてたから、多数ってどれぐらいですかって、10とか20ですか、どういう数字ですかというと、多数というのは、10とか20では効かないと思いますって書いてあって、個数的にはどういうイメージですかって言ったら、そうですね、6割、7割、8割ぐらいでしょうかって言われて、母数はどれくらいですか、どれくらいの8割なんですかと聞くと、そうですね、100、200、いや、もっとあると思います、確認しますというのが今の段階ですね。はい、で、まあ、その劣化が疑われるステップタラップというのは、あの今日送った写真した、ありがとう。これですね、まあ、こんな感じでこういう、こうはしごみたいになっている足場、ステップとかタラップの多数が、7割、8割が、落ちる可能性があるぐらい劣化が進んでるということですね。ね、はい、まあ、いいよ、いいよ、寂しいですよね。で、ちょっとさっきの写真の左を見て、そうそうそう、これですね、これはあの落ちてはないけど落下が
落下の可能性があるような、まあ、劣化進行がしているということです。で、おとといの記者会見で出てきたのは、この地上からの防衛の調査だけじゃなくて、ドローンを飛ばして大気層がどういう状況になっているのかっていう調査をして、その結果が出てきました。で、まあ、そのおとといの発表でもひっくり返ったんですけど、これね、さらっと言ってたからよくわからなかったんですけど、次行ってください。なんかね、今回落ちた足場はここからここまでの長さだったんですって。紫の部分ね。で、一昨日出てきたのはそれ以外にも真ん中もなんかいつかわかんないけどなくなってたっていうことで、そう、と思って、これね、さらっと流しましたよ、ね、さらっと流したよね。ちょっとなんかもう一遍説明してください。聞き逃しましたけど、1月9日に落ちた部分以外も落下があったんですかって言ったら、あ、その通りでございますみたいな、いつ落ちたんですかと、いつというのはちょっと把握はできませんと、どこに落ちたんですか、それもちょっと今のところわからないのでということで、なんか落ちたものをね、長さを測ると設計図で見るより短かったんですって。そうそうそう。で、やっぱりドローンを飛ばしてよく見ると あるはずの真ん中の部分が落ちてたから、はい、多分いつか分からない時に落ちたっていうことでした。びっくりしました。絶対誰か音聞いてるよ。分かんない、 夜で少なかったら分かんないからっていう、なんか衝撃の説明が一昨日ありましたね。ありました、はい、だからまあこのこれを排気筒といって外にある構造物なのでよく分かりやすいんですけど、今福島第一原発が抱える問題として、2011年からもう8年経つといろんな部分の劣化が進んでるんですね。で、本来きっちり保守点検しないといけない部分が一切できていないところ、確認できていないところが多いので、いろんな劣化が進んで、それの危険性も今高まってるということですね。はい、はい、あとしょうがフランチさんが言っていいですか。はい、はい、で、次にちょっとなんかプラントの状況いっぱい言いましたけど、その福島第一原発で働いている作業員の方々の中で、今最も被爆する作業について話をします。それはこのタンクの解体、フランジタンクの解体作業なんですね。さっきご説明したみたいに、もう初期に一番抱えた問題として高濃度汚染水がどんどん発生するということで、2011年12年にとにかくたくさんタンクを作って急いで高濃度汚染水汲み上げたやつを入れろという計画になりました。で、突貫工事で作られたのが最初簡易型のフランジタンクなんですね。で、どう簡易型かというと、このタンクの継ぎ目の部分を溶接せずにネジとボルトだけで止めていくフランジ型のタンク、まあ早いんで溶接しないと、それをどんどん作ったんです。で、2012年にどんどん作られたフランジ型タンク汚染水いっぱい入れられたんですけど、そうすると数ヶ月後2013年にどんどん漏洩したんですね。漏れ始めていて、この継ぎ目の部分から汚染水がにじみ出てきて、やっぱりフランジだとそのあまりにも高線量の汚染水に耐えられないということにもなり、全部一旦汚染水を入れたフランジタンクを解体してきちんと継ぎ目の部分を溶接した溶接型タンクに作り替えるということになりました。で、問題はそのフランジタンクの解体なんですね。一旦高濃度汚染水を入れてしまったタンクを解体するということで、2015年からこの作業が始まったんですけど、当時現場の作業員の人から電話がかかってきてね、もうマクさんすごい人間を使い捨てにする作業が始まったよって聞いて、で、それを東京電力にずっと質問してたんですけど、口頭では認めるけど資料にはなってなくて、初めて資料として出てきたのは2017年です。でも2015年から始まっている作業です、はい、で、このフランジタンク、どうやって解体するかというと、まず高濃度汚染水をポンプで抜くんですね。で、ポンプで抜いた高濃度汚染水、ポンプの能力で抜ききれない汚染水はタンクの底から10センチぐらい下に溜まるんです。で、抜ききれなかった高濃度汚染水をどうやって最後取るかというと、中に人間が入ってモップで拭き取っていくんです。最後這いつくばってウエス雑巾で拭いていきます。これが今も続いている最も被爆する作業です。で、2017年にやっと内部の写真が出たんですけど、これタンクの内部ですね。あまりにも被爆するので、そこにはゴムマットを敷いて、内側の壁にはコンパネ板を並べて、できるだけ遮蔽をして作業してるんですけど、今もこのフランジタンクの解体の作業というのは続いていて、毎月の作業の中で最も被爆する作業懸命として上がっていますね、はいはい。で、この2019年も今も続いているフランジタンクの解体の作業です、はい。で、本当に、ね、この資料、やっとこの情報が資料としてまとまったのも2017年で、
でも作業自体は2015年からずっとあるので、本当にひどい状況の時は行動で簡単に説明するだけで、あの終わりがけになってからまとめ出すっていう風になりますね。報道されたくないのかなって思っちゃいますよね。ああ、それはもう大変な時。そう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 。で、まあ、ずっと取材してて思うんですけど、そのこうテレビ局とかね、あの新聞記者さんっていうのは人事異動があって定期的に入れ替わるんですよね。はい、で、こう連携取ってくださるなんか素敵な記者さんがいてもやっぱり数年ごとに入れ替わるので、東京電力の広報の人も入れ替わりますからね。そうですね。なんかちょっと記者会見の写真バーって出してくれますか。はい、はい、ごめんね。あのこれ2011年ですけど、たくさんいた記者さんはですね、今どれくらいかっていうと、もう10人前後ですね。めっちゃ減ってます。で、減る上に人事異動もあるので、継続する記者さんが少なくて、去年一番少なかった時、お一人以外の記者2人だけでしたね。で、ちなみに記者さんだけじゃなくて、あの東京電力の、あの広報の会見者の方も人事異動があって移動するんですよね。これ、あ、こんな感じでね。これ、ケイちゃん作ってくれた年表なんですけど、2011年松本さんだったんですけど、今は、木曜日が森永さんと大山さん、月曜日が木本さんと八木さんという体制ですね。で、まあ、私たち人事異動がありませんので、ずっと取材してる続けてますので、ね、なので、でもやっぱりこうずっと継続してないと把握できない問題とかありますから、やっぱりできるだけたくさんの人が注目して、あの情報を知りたがるっていうことが、やっぱり情報出ることになりますからね。そうですよね。今ね、めっちゃ悔しいのが、その過去出てた情報を、同じことを聞いても東京電力は出してくれないんですよ。で、いや以前2013年出たじゃないですか、2015年出たじゃないですかって言っても、あの今の段階では出さないっていう風になり、そしてあのぶら下がりで文句言いに行くとね、今質問をするのはおしどりさんだけですから、過去はいろんな記者が同じ質問してきたから出しましたけど、今作業員の被爆件数とかね、それ質問するのおしどりさんだけじゃないですかっていうことで出てこない情報が増えてきてますね。おかしいですよね。知りたがりが多いということが、ちゃんと情報が出てくる状況を作るということですからね。はい、はい、あとどれか分からない。あ、じゃあ、のあのフランスタイムというか農家の方々の話もちょっとしたいです。大丈夫ですか。はい、そうそうそう。で、次に、作業員の方でリスクがある方々の話をして、次にあの、被災地の方々で私すごくリスクがあるんじゃないかと思う方々の話をします。それは農家の方々なんですね。福島県の農民連の方々が年に2回東京に、福島から来られて政府交渉されてるんですけど、で、その農民連の方々の取材をして、私はじめ農家の方々にそれぞれ農民連だけでなくいろんな方々に取材をするまで、テレビや新聞でよく言われているあの風評被害、野菜が売れない、それが福島の原発事故後の農家の方々が抱えている問題かなと思ったんですけど、実際話を聞いてみると、それもちろんそれをおっしゃる方もおられるけど、それだけじゃなかったんですね。農民連の方々が2012年からずっと訴えていることの一つ、それは農家の被爆をどこが対策を取って、どこが責任を取ってくれるんですかっていうことです、はい、で2011年、あ、この方々ほとんど、避難区域じゃない方々で、中通りとか会津と呼ばれる地域の方々で、2011年から通常通り農業をされていた方々です。2011年原発事故があって、あの避難指示が出てない区域の方々は肥料としてカリウムを撒いて農業を続けろという指示が出ます。で、そのカリウムというのは、水平リベ僕の船 の、 あの周期表でいうと、カリウムとセシウム、縦の属が一緒でね、同じような動きをするんですね。なので土の中にセシウムがあっても、カリウムを肥料としてたくさん撒けば、土の中のカリウム濃度が高まれば、そこでその畑で農作物を作っても、濃度の高いカリウムが多めに入るから、セシウムをブロックする働きになるという。ただあの放射性物質セシウムで汚染されていた土で、あの土壌でもカリウムを撒いて農業を続けろという指示があります、はい、で皆さん2011年カリウムを撒いて農業をした結果、あの思ったよりそこで汚染された地域で作った農作物にセシウムは思ったより入らなかったんですけど、土を調べた時にあの土のセシウムはまあ当たり前なんですけど減るわけではないので、カリウム撒いて農業を続けても自分たちは被爆しっぱなしじゃないかということに気づいたそうです。作物に入らないだけで、ね、作物に入らないだけ、土のセシウムは減らない。なので自分たち農家の被爆はどこが対策を取ってくれるんですかという政府交渉が2012年から始まったそうです。で、あの電離放射線障害防止規則という法律がありまして、原発作業員の方とか放射線技師さんを守る法律、放射線管理区域で働く人たちを守る法律なんですけど、農民連の方々は、自分たちはその法律で定められている放射線管理区域の基準よりずっと汚染されているところで毎日
農業をしているのになんで自分たちは守られないんですかと、うん、この電力局では放射線管理区域で働く人は年に2回の健康診断とか、5年線量計をつけて、放射線管理区域で働く時の職業被曝の線量を測ったりとかあるんですよ。で自分たちも同じようにしてほしいっていう要望をしてました、はい、そうすると国側の回答すごかったですね、うん、電力局は事業者から労働者を守るための法律ですので、農家の方々は自営業ですから自営業であれば自己責任ですって言ったんですよね。でいや俺たち望んで放射線管理区域で働いてるわけじゃないんだとかいろいろおっしゃってて、ね、でも今その見解のまままだずっと交渉続いてます。で農民連の方々自分たちの畑の土を測定してどれくらいのセシウムが入っているかっていうことを、国に毎回政府交渉の時提出されてますね、はい、ちなみにその電力局でいう放射線管理区域は1平米あたり4万ベクレル以上なんですね。で、これ2016年のデータ2017年提出した時のものをもらってきたんですけど福島市とか伊達市とか伊達郡とか福島県の、北の方の果樹園のデータです。セシウム134と137の合算がこちらですね。1キロじゃなくて1平米あたりですけど、でもその放射線管理区域の基準1平米あたり4万をはるかに超えた17万6300とか70万6900とか放射線管理区域の基準を超えたところで事故直後じゃなくて2016年でもずっとこういう状況ですと、162箇所測って161箇所が、4万ベクレルパー平米放射線管理区域の基準を超えてましたね、はい、この間、2018年12月の交渉もいて取材してその時も同じようなデータあったからもらってきたんですけどだいぶ下がってはいたものの1平米あたり20万ベクレルぐらいのところが多かったですね、はい、やっぱり放射線管理区域の基準を今でも超えてます、はい、でもまあ自己責任ということになっていてで農民連の方々が今後避難解除が進めばまた戻ってきた時に一番被曝するのは農家の人間なので避難解除の前に農家の被曝対策を作ってほしいということを今も要望されてます、はい、でそういうことを聞いていたので2017年の4月にいくつかの地域で避難解除がありまして、はい、その前に、農家の避難解除の地域の農家の方々に説明会があったんですね。それを取材しました。2016年11月福島県川俣町であった農作業における放射線対策と健康講座で、次いてください、まあ、これたくさん人がいるように見えるんですけどほぼ役場の動員で地元の方々は農業再開考える方6人でしたね。で何を質問して何を回答されるかをすごい聞きたかったんですね。あ次いてください。で一番初めの方の質問は自宅や農地は除染されて確かに線量は下がってますけど自宅から農地に毎日通う道のりが山の中の道とか林の脇の道が線量が高くてそこを通るときに被曝してしまいますと。そのようなまだ除染が済んでない高線量の道はあとどれくらい残っていると国や県は把握していますかっていう質問したんですよね。そうすると答えられたのが JAA の方だったんですけど確かにそのようなまだ除染が済んでない高線量の道はまだ多数残っていますと。でも気をつけていただきたいのはそのような道を通るときはできるだけ早く駆け抜けてくださいびっくりして聞き間違いと思いましたね。メモ取りながらでも聞き間違いじゃなくて丁寧に解説されたんですけど自宅や農地は長時間滞在する場所ですが道は滞在せずただ通過する場所ですので高線量が予想される道を通るときはできるだけ息を止めて小走りで駆け抜けるなどの対策をすれば追加被曝を下げることができますっていう回答でした。で質問された方俺そんなこと聞いてないって言ったんですけど司会の方がはい次の質問時間ないのでってなり次の質問白髪の方だったんですけど自分は家庭菜園程度だけど避難解除になったらまた農業再開したいと。でも土の中にはまだセシウムが入っていて土ぼこりが舞い上がってそれを吸い込むと内部被曝してしまいますと。そのような土ぼこりによる危険性はどれぐらいありますかと質問しました。そしたら答えられたのが放射性医学部研究所の法医研のこの先生なんですけど確かに土とセシウムはかなり強力にひっついていて分離すること難しいですと。なので土ぼこりを吸い込めばセシウムも一緒に吸い込むことになりますがそのような場合はできるだけ早く鼻をかんでください急いで鼻をかめば大部分外に出ますので微量のセシウムが残っていたとしても微量であれば問題ありませんとできるだけ早く鼻をかんでうがいをしてくださいそれを、注意してくださいという回答でした。で説明会自体は放射性物質はなくなりません皆さんはセシウムと共存する生活ということを踏まえて工夫しながら生活していってくださいで終わりました。でこの説明会取材してたのお一人だけだったんですよね。本当にそんな説明会あるのってちょっと聞いてください言われるんですけどそこで配られている、ね、こういうチラシがありまして
それがこういう感じで、基幹支援を再開される農家の皆様へ、福島県が作ってるチラシです。で、こっちは土の中の放射性物質の話、上、半減期の話ですね。で、中身どんな感じかっていうと、こっちは、線量計測定する機械の話で、こっちの右側、農作業で気をつけること、追加被曝を小さくする工夫っていうのが説明会の肝だったんです。この話が、繰り返されてました。農作業を行うときはなるべく長袖、長ズボン、マスクで、土ぼこりの中にはセシウムが入っているので飲食、喫煙避けましょう。農機具についた土や泥を現場で落とせばセシウムを室内に持ち込まない対策になりますと、手足や顔についた土やほこりを流し落とすことで、よくうがいすることでセシウムを落とすことができます。セシウムは洗濯することで泥汚れと一緒に落とせますということで、避難解除になって農業を始める際、そして生活していく際は自己責任で追加被曝を下げていってくださいっていうのが説明会の主な内容でした。で、ここの説明会出席されたあの6人の方々に、どうですか、避難解除で農業再開しますかって聞きたかったんですけど、もう皆さんものすごい怒って、途中でリスバーンってドアバーンって怒って帰られたりね。で、お一人は立ち止まっていろいろインタビューに答えてくださったんですけど、どうですか、避難解除で農業再開されますかって聞くと、その方は、あなたね、私たちは汚染がなくなるから避難解除になるんじゃなくて、息を止めろとか鼻をかめと言われて戻されるんですよ。あなただったらどうしますか、それで避難解除になって農業を再開しますかって、逆に私に質問をされて静かに怒って帰られました。で、このような説明会が行われていること川俣町であったんですけど、後で川俣町の、議員の町の町会議員の方とか、裁判をされている方と話をしたときにご存知なかったんですね。そうそうそう。そして福島県の方々もこういう説明会があって避難解除になっているということをご存知ない方多いですね。で、これ同じような説明会があの合計6カ所であったんですけど、はい、これがなんかニュースになったり記事になったりしたのを見たこともないので、やっぱりちゃんとこうあのどういう説明がされて避難解除になっているのか情報が出てこないことには議論ができないし、はい、判断することできないと思いますね。そうですよね。はいはいはい、本当にだからその食べて応援ねっていうことがあのとても2011年から言われてましたけど、私ずっと取材をしていて、食べて応援っていうことをおっしゃる方々は、それを作っておられる農家の方々がきちんと被曝の対策を取られてるかどうか、食べて応援、農作物だけじゃなくて作っている農家の方々はどうなのかということにも目を向けていただきたいなといつも思いました。本当ですね。もう本当にね、農民連の方々のこういつものね、政府交渉の時に、はい、もう研究者も行政も消費者の人たちも農作物が汚染が入ってるかどうかばっかり、それしか気にしないと、作ってる農家のことを気にして議論してくれるところはどこなんだと、作ってる農家の被曝を対策取ってくれる場所はどこなんだっていうことをおっしゃってるとか、すごい辛かった、はい、本当にね、と思います。はい、ちょっと、どうしようかな、あ、あったところにね、見ましょう。はい、ちょっとなんか、なんて言いますけど、あとちょっとだけ、ちょっとなんか全然急に話は変わるんですけど、2014年から私たちドイツの国際会議になんか毎年呼ばれておりまして、IPPNW 核戦争防止国際司会議とか、ドイツのなんか、宗教者会議とか原子力における国際裁判会議とかいろいろ呼ばれてますね。で、あ、そう、それで一番初めにこう紹介していただいた、今年はフランスとオランダとドイツに行ってきたんですけど、まあ一番初めにドイツのこの IPPNW から招待状がね、はい、会議の招待状が来た時に、ドクターマコおしどりって書いてあったんで、ドクターじゃないし芸人なのに人間違いかなと思って、たどたどしい英語で I am a comedian って返事を書いたんですけど、知っていますって聞いてよかったですね。で、あの会議も面白いんですけど、その会議のスポンサーとか、主催をしているのがドイツのフランクフルトがあるヘッセン州のプロテスタント教会の方々で、会議に来たついでに前後にドイツの中学、高校、大学、職業訓練校で原発事故の話をしてほしいと、教会がやっている地域の平和教育のプログラムも手伝ってほしいって言われて、毎年ドイツに行って、原発事故の取材報告をあちこちしてるんですよね、会議の前後に。で、今年フランスとオランダも行ってやりましたけどね。で、初めて行った時はなんかそんな教会が無理やり突っ込んできた人の話をドイツの学生さんが突然